ファイナルファンタジー14、新生10周年、おめでとうございます。おめでとうございます。ニーヤシリーズプロデューサーの斉藤陽介と、ニーヤシリーズのクリエイティブディレクターをやっています、横太郎です。はい、というわけで、なんか今回10周年ということで、いろんな人にコメントを取ってるらしいんですけれども、そうですね、我々はあの14で夜派、ダークアポカリプス、はい、そうですね、エピソードで、だいぶお世話になったんでね、はい、今回呼んでいただいたんですけど、新生10周年そう、新生10周年らしいですよ。早いですね、10周年。ってことは、斉藤さんが離婚して何周年、はい、うるさい、またその話すんの。もうそれ、フランスかなんかのファンフェスでやって、はい、まあ、ちょっと一笑い取れたらしいんで、ちょっと私も気分はいいんですけど、あ、そうですか、まあ、そうじゃなくてですね、はい、今回この動画をいろんな方からコメントいただいてるって話なんですけど、はい、どうやらちょっと私たちが一番手の収録らしくて、あ、そうなんですね、私たちが一番手ということで、多分今後の皆さんのコメントに何らかの影響を与えると思うんですけど、あ、なるほど、どんなノリでやりますか、これ。じゃあ、我々がやっぱ言及しなきゃいけないのは、吉田さんもジャラジャラの秘密です。あれ、どこで買うんですかね、わからない。アマゾンとかで売ってるんですかね。アマゾンですか。いや、楽天かもしれないです。あと、吉田さんの靴がすごい、はい、すごい音しますよね。あれ、だから推定30キロあると言われますね、両足で。なんか、会議室で会議してても、はい、外を吉田さんが歩いてくると、はい、だからドカンシャン、ドカンシャン、ドカンシャンみたいな音がして、吉田さん来たってわかりますか。うん、わかるらしいですね、本当に。すごいですね。あれもどこで買うんですか、あの靴もね。わからないです。その吉田モデルの知りたい方は、この左下の QR コードを読んでいただければ、多分いけると思います。え、今出てるの、左下の QR コード。多分出てる。今出てる、ここに。まあでも吉田モデルで、いろいろパーカーとかね、なんかもう話題を総ざらいなんで。そうですね。じゃあ、ぜひQR コードを読み取っていただいて。はい。今ここにいただくとですね、なんと、吉田直樹の直筆サイン入り。ジャラジャラがセットがもらえる。直筆サイン入りのジャラジャラがね、はい。はい、もらえるみたいですよ。なるほど。はい。そんなわけで、改めて10周年。まあ、皆さんね、今も楽しんでる方いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、これからもですね、10年、20年と言わず、私とか横尾太郎さんがもう亡くなった後もですね、引き続き遊んでいただければ幸いですね。はい。どうしてどうだったんですか？いや、そこそこ俺ら、なくなりそうだね。15周年俺ら持たないって、うん、確かに正直じゃあ15周年まで俺たちまだ生きてたらちょっと呼んでもらいましょうかね。そうですね、はい、15周年になったらこれと我々、はい、20周年も完璧に無理なんで、はい、そうです、15周年の時にまた呼んでもらいたいと思います。最近私はあれなんですよ、麻雀にしか呼ばれなくて横さん麻雀にしたら呼ばれてないんで。そうですね、はい、僕は麻雀にすら呼ばれない男なんで、はい、ちょっとこの流れを変えていかなきゃいけないなと思ってます。じゃあ15周年で僕らが生きてたらまた皆さん会いましょう。はい、それじゃあ皆さんさようなら。さようなら。